奥様が墓場まで持っていく黒い過去。黒の25。2012年6月15日。レス番号381、二股女。彼氏、既婚上司に二股かけてた会社の知り合いが、上司との出張外泊の度に、8割が不倫旅行。同じかだが仲良くはない私の家に泊まってることにしてたらしく、外泊バレて彼氏と一悶着。口がうまいので二股はバレず。その騒ぎで、私は仕事上必要な国家試験をめちゃくちゃにされ、複数の円形脱毛症になりながら無事合格。そいつはまだ懲りずに二股続行。妊娠を機に彼氏と結婚となったが、彼氏が地元の友達と知り合いだったから、友達づてに、不倫のことや数々の男性遍歴を彼氏両親にばらしてやった。吸ったもんだの挙句出産はしたらしいが、種が二股以外の男だったらしく、実家からも感動されてて、再就職したい。と会社に昨日来たらしい。あなた、別に黒くないじゃない。因果応報すれ向きだと思う。奥様が墓場まで持っていく黒い過去。黒の27。2012年8月10日。レス番号914、犬の糞。黒注意。私が若かりし時、金持ちな彼氏と付き合ってた。しかし、ひどく納得いかない別れ方をしたので、彼を恨み、復讐の機会を虎視眈々と狙っていた。うちはラブラドールを2頭飼っているんだけど、犬の食事をドッグフードにすると、ありえない量の糞をするんですよ。そこで、しばらく愛犬たちの食事をドッグフードにして、1週間分の糞を取っておいた。そして彼のご自慢の別荘に行き、愛犬たちの糞を、彼の別荘の玄関ドアや鍵穴に塗りたくってきました。余ったものは、持ち帰るのも面倒だったので玄関の下に置いてきました。特に、鍵穴にスコップで糞を塗り込むときはなぜか、メキメキって音がしたのが印象的でした。それから1ヶ月、彼の別荘が売りに出されているのを広告で見ました。すっきりしました。普段はドッグフードでなく何を食わせてるの？ご飯、野菜、肉、魚をことことと煮たもの。人間よりも、手間も値段もかけています。今はどんな相手とどんな結婚生活を送ってるの？医者の旦那と二人暮らし。旦那はマザコンだから、そのせいで平穏ではないです。ドッグフードの方がたくさん便出るってことは、ドッグフードの方が好きでたくさん食べるってことではないの？犬飼ったことないからわからないけど。ドッグフードでも、手作りフードでも毎食同じ量をあげています。ドッグフードだと食べた量イコール糞の量、というイメージです。金持ちなら自分で掃除することないだろうし、一週間分溜め込んで、別荘まで行って塗りたくるという手間がもったいない感じがします。でも売るっていうことは、ダメージがあったのかな？ダイエット用のドッグフードだと量がすごいんだぜ。彼は潔癖症だったので、別荘を売却するほどダメージがあったと思います。さらに、つけられた糞は人のうんこか、犬の糞かわからないのが気持ち悪いと思いますし。あなたのお家の犬になりたいわ。うまそう。2012年8月10日。レス番号933、もったいない。シュート目が、腐ったりゴミが入った手作り惣菜を持ってきてた。旦那に何回言ってもシュート目の行動をやめさせてくれない。しょうがないから惣菜を捨てたことを旦那に報告すると、なぜか大激怒されて私が怒られた。もったいない。食べ物を大切にしろ。ママは悪気はない。気持ちを踏みにじる気か？など、頭に来たので、旦那にシュート目手作りの、腐ったりゴミの入った惣菜を食べさせてました。そして、愛犬たちには私が作った愛情たっぷりの清潔な食事を与えてました。もう少し書いてみます。新婚早々、毎晩旦那と姑の件で、朝まで大喧嘩をしていました。そこでも頭に来たので、姑の携帯メールアドで複数の検証サイトに応募しました。でも、そのサイトは出会いメールを送るためのメアドゲット収集用の、ダミーの検証サイトです。きっと姑の携帯には、いろいろなボーイからのお誘いメールが来ていたんだろうな。食べ物は大切にしなくちゃいけないし、もったいないもんね。腐ったおかずは旦那の主食で文句ないよね。だってもったいないもの。今後も堂々と食卓に出してあげて。奥様が墓場まで持っていく黒い過去。黒の28。2012年8月13日。レス番号11、自殺追い込み。元彼をストーカーして大学中退、最終的に自殺まで追い込んだことかな。詳しく。さらっと書いてらっしゃいますけど、11の過去詳しく。11が気になるから詳しく聞かせていただきたい。翌日、8月14日、20時27分。高校時代、3歳上の初めての彼氏に、高校を卒業したら結婚しよう。と言われて、貧乏母子家庭出身の私はすっかり舞い上がってしまった。母親に紹介を済ませ、この人と結婚するんだ、と肉体関係まで結んでしまった。肉体関係を結んだあたりから、学費が足りなくて、教科書代が、デート代が、とやたら私にたかり始め、私のバイト代は全額彼に渡ることに。結局、何十万単位のお金を巻き上げられた挙句、突然別れを切り出された。
元彼は結婚する気がなく、私はただ遊ばれていただけだった。初めての彼氏に騙され、散々病んで自殺未遂までしたんだけど、ある時悲しみが憎しみに変わった。どうせ刑事告訴しても大した罪にはならない。刑事告訴をちらつかせて社会的制裁を加え、徹底的に追い込んでやろうと思った。まず元彼の両親の元へ赴き、今までの関係やお金の話をすべて暴露。年齢的に事故、青少年健全育成条例違反な案件なので、向こうの両親はさぞかし驚いたようだ。そこで分かったんだけど、元彼の両親は再婚していて、母親の連れ子が元彼。義理祖父母、義父、実母、元彼で暮らしている2世帯住宅なので、話はすぐに家族中に知れ渡り、義理祖父母と義父は元彼に大激怒。しかし実母は元彼をめちゃくちゃな理論でかばい。金を返せばいいんでしょ。と何やら戸棚をガサゴソやり、私に向かってタンス貯金の札束を投げつける始末。実母のあまりに非常識な態度に、義父は私に平謝り、義理祖父母には土下座された。そうこうしているうちに、義理祖父母&義父 vs 実母の修羅場が始まったので、私はとりあえずお金を回収して帰った。とりあえず札束うまぁ。しかし、元彼や元彼実母からは謝罪の言葉が一切なかったため、復讐を決行。元彼のバイト先や大学に張り込み、ずっと睨んだり、尾行したり。夜中、家の前に張り込んで元彼の部屋の窓に雪を投げつけ、一晩中眠らせないなんて嫌がらせもした。バイト先を変えても尾行して調べ上げた。私がストーカー行為に勤しんでいるうちに、彼の元彼両親は離婚し、元彼実母と元彼は義父の家から追い出されることになったようだ。ある日、元彼宅の表札から元彼実母と元彼の名前が消えていて、元彼実母の所有者もなくなっていた。家の中を覗いてみると、元彼の部屋や元彼実母の部屋も空っぽ。バイト先も大学も辞めたようで消息はわからず。元彼の居所がわからなくなってからは、ひたすらネットで実名と顔写真を出して誹謗中傷。ほどなくして、新聞の奥や未覧に元彼の名前を発見した。満面の笑みを浮かべ、こっそりお通夜を覗いてみたんだけど、案の定死因は自殺。ざんまあ。元彼実母は病気で、子宮の内製薬クソババアで派遣社員だから、再再婚なんてない。しかも子宮を犠牲にして生まれた一人息子は自殺。老い先真っ暗。とっても清々しい気分で私は帰路に着いた。ほどなくして、私には後に宮廷院卒、コア30企業勤務となる同級生の彼氏イコール今の夫ができた。私の人生玉の輿で大楽天。最高。だけど決して人には言えない話。後半が嘘っぽいな。クロー。ちゃんと実話ですわよ。ちなみに自殺の原因は私のストーカーと。お前がいるから離婚したんだ。という実母のヒステリー。さらにほぼ無一文で義父宅を叩き出されたため、生活苦もあり追い詰められて自殺。元彼の同級生によると、ミクシーの日記にずっとメンヘラブログを綴っていたんだと。自殺って、実名で新聞載るかね？それは私も疑問。奥闇欄に掲載したのは、実母から私と義父への当てつけだと思ってる。でも、夫の叔母が飛び降り自殺した時も、葬儀終了でしっかり奥闇欄に掲載されてたし、認識に個人差があるのかもね。すごいな。今振り返って、当時のご自分の精神状態はどうだったと思いますか？すごいパワーだなぁとは思うけど、ちょっとすごすぎて。2月から12月までの10ヶ月間、よくここまで頑張れたなと思う。高校は留年しない程度に通っていたけど、それ以外の時間は全てストーカー行為にぶっ込んだ。復讐が終わった時の爽快感といったらなかった。本当は通夜真っ最中に乱入して、棺桶ひっくり返して死体の口にゴキブリ突っ込みたかったけど、さすがに警察呼ばれるかな、と自重した。後悔はしていない。おばの自殺ってあなたのせいじゃない？悪霊とか不幸がついてる人って、関わる人をみんな不幸にするって親戚の神主が言ってたよ。自殺した知り合いは実名で掲載されたよ。夫のおばといっても、夫の叔父の再再再婚相手で藤の病持ちという、いろいろ訳ありな方だったので私は一切関係ござらん。お解体どうぞ。質疑応答は大体このくらいかな？それでは七死に戻ります。おめでとう、羨ましいな。私も奥闇欄に乗ってほしいストーカー男いるわ。2012年9月5日、レス番号534、グーパンとケリ。旦那の弟の片目を失明させ、種なしにしたこと。まさかここまで大事になるとは思わなかった。詳しく。失明は怪我とか色々と原因が考えられるけど、種なしとは。まだ旦那とは結婚する前の話だけど、旦那の家にアポなしで行ったら旦那と義母は留守だった。義弟に、兄はすぐに帰ってくるから上がって待ってれば？と言われ家に入ると襲われた。あっという間に押さえつけられて、義弟はベルト外そうとしたのかズボン脱ごうとしたのかわからないけど、片手でやろうとしてうまくいかなかった。私がおとなしくなったので油断したのか、私の両腕から手を離して両腕でベルト外そうとした。その時に思いっきり顔にグーパン、
驚いて飛びのいた義弟の股間を思いっきり蹴り上げた。義弟は口から泡吹いて倒れたんだけど、怖かったのでそのままにして逃げ帰った。その後、義弟は自分で救急車を呼んで病院に行ったんだけど、下のあれは片方が破裂してて命に関わるとかで緊急手術したんだけど、その際もう片方も何かおかしいとかで取ってしまった。目の方も、すぐに病院に行っていれば失明せずに済んだかもしれなかったみたい。私は人差し指と中指の骨にひびが入って、足首を少し痛めた程度で済んだけど、義弟は、家族には何も言わなかったみたい。グッジョブ。立派です。その後の関係は大丈夫？トラウマらはないですか？だけど救急車や家族にはどう説明したんだろう。その後、付き合いっていうか、話とかしてないの？その後、その義弟はあなたに復讐しようとしてないの？別居ならまだいいけど、同居ならすごく怖い。別居でも住所が知られていたらやっぱり怖いって思う。その義弟がクソであなたが超グッジョブなんだけど。婚約してたけど一旦破棄させてもらった。別れるか、義弟のことを正直に話すかすごく悩んだけど、旦那が問題児だった義弟を、縁を切る手切れ金として借金を肩代わりする代わりに家から追い出したって聞いて、黙ってることにした。もしかして旦那は気づいてるのかもしれないけど怖くて聞けない。義弟がいる間は旦那の家には近づけなかったし、似た人見るだけで体が動かなくなって変な汗が止まらなくなったりもしたけど、今は大丈夫です。襲われると、普段は気が強い人でも手が出なくなってしまうから、反撃できて本当に良かった。その後住所などは知られてない？旦那さんが弟に出なくて本当良かったね。トラウマになるのよくわかるよ。今が幸せなら救われる。家族に何も言わなくても、片目と玉損傷するくらいのことをしたんだろうなってわかるよね。PTSD 克服されたようで、良かったです。PTSD 克服できてない。あの日だけはどうしてもダメ。旦那がそばにいてくれれば大丈夫なんだけど。偉い。あなたは本当にすごい。よく頑張って身を守ったと思う。一歩間違えばあなたの命が危険だったかもしれない。いつか心の傷が癒えることを願っています。2012年8月31日、レス番号363、パジャマ。止めの最後の頼みを無視したこと。ウトがケアハウスに移って、義実家で一人暮らしの止めは巨デブになり、腰が痛い、と入院。当日、外出予定をキャンセルして、3時間かけて義実家へ行き止めの入院に付き添ったので、私はイライラマックス状態で、病室を出ようとした時に、止めに、ちょっと嫁子さん、と呼ばれて枕元へ、このパジャマ、おばあちゃんみたいじゃない？今度来る時に、新しいのを買ってきてね。とベッドに横になったままくねくねする止めに切れて、次に来るのは退院の時ですね。そのパジャマ、よくお似合いですよ。おばあちゃんなんだから。とだけ言って帰った。結婚してから止めには嫌なことばかりされて、夫が私の実家によくしてくれなければ、義実家付き合いなんてしたくなかった。それから数日後、深夜に心臓発作を起こして止め休止。例のパジャマを着てた。ああ、恨まれるな、と思っていたけれど何事もなく、それでも寂しかったのか、3ヶ月後にはウトを連れて行った。今にして思えば、遠距離で次に息子ちゃんに会えるのは退院の時、と分かっていたからパジャマをねだったのかもしれない。心が痛むかと思えばそうでもなく、すっきりとは言い難いけれど、もう乙女に悩まされずに済むんだな、と最近になって納得できるようになった。3時間かけて義実家行って、入院に付き添ったんでしょ？それだけでも立派だと思うけど。自分があなたの立場だったら、意地悪しゅうとめにそんなにしてあげられない。誰だって、思わず本音が口に出ちゃう瞬間ってあると思う。奥様が墓場まで持っていく黒い過去。黒の29。2012年10月3日。レス番号118、指パッチン。シュランで DV で外面が良かった元旦那、ある時、泥酔して、すっぱだかで爆睡していた。日頃の鬱憤を晴らすつもりで、奴の玉の一個を思いっきり、指パッチンしてやった。それから苦しみ出して救急車を呼んだけど、原因不明の腹痛という診断で検査入院した。私の指パッチンが原因なんて分かったら、ヤクザの元旦那に殴り殺されてたかもな。2012年10月5日、レス番号225、バイキン。小学生の時にいじめられた。バイキン、ゾンビとかのあだ名がデフォだった。触るとうつるから。と避けられた。それでも給食当番にはなる。よそったおかずは残されたり。触るな。と言われて、何もせずに襲われるおかずを眺めてたり。先生は知っててなんにもしない。なので、バイキンならバイキンらしく、トイレで便器触って、配膳室から運ぶときに隙見手をたまに触りまくった。数日間みんな苦しんで大騒ぎだった。先生ももちろん同じ。私も軽くお腹を下した。バイキンのせいだ。っていうやつもいた。だから、泣きながら正直に、私のせいだって調べに来てた大人のおじさんに言った。私がバイキンで、給食当番したから、みんながお腹壊した。私のせいです、ごめんなさい。
おじさんはびっくりして、別のおばさんを呼んでその人に事情を聞かれた。おばさんは、バイキンって、どうしてあなたがバイキンなの？って聞かれたから正直に答えた。何をされてたか聞かれたので、全部答えた。何をしたかは聞かれなかったので答えなかった。その後先生が変わった。やばいくらい熱血タイプで、悪い子には体罰も平気でやってた。でも私には優しかった。本当はバイキンばらまいた悪い子なんだけど、いじめは完全になくなった。わけではなかったけど、きっちり堂々と仕返ししてたらなくなった。親や旦那はともかく、熱血先生にだけは絶対知られたくない黒い過去。グッジョブ。ありがとう。今でもいじめの報道はしんどい。旦那が憤慨してくれるので、そうだよねって返すだけだけど。でもやっぱ旦那にも言えないな。子供がいじめられたら言えるかも。黒くないよ。やり返せてよかった。2012年10月11日、レス番号483、丸出し。高校生の頃、空いてる時間帯の高崎線に乗った。ボックス席に一人で気分よく座っていたら、小汚いおっさんが向かいの席に座ってきた。他に空いてる席がたくさんあるのに、うざいなぁ、と思った。おっさんは足を組み、なぜか私の靴先をツンツンとつついてきた。何？とムカつきながらおっさんの方を見ると、おっさんはチンコを出していた。うわ、うぜぇ。と気づかぬふりで窓の景色を眺めていたが、おっさんはしつこく靴先をつついて、見ろ見ろ、とアピールしてくる。腹が立ってきた。そこへ駅員がやってきたのだが、周到にも露出狂は新聞を読んでいるふりをしながら、陰部を隠した。駅員さんが気づかずに通り過ぎそうになったので、カッとなった私は痴漢の持っていた新聞を無理やり剥ぎ取って、チンコ丸出しにしてやり、駅員さん。こいつチンコ出してますよ。と、大声で怒鳴ってしまった。痴漢は捕まったが、人が意外と乗っていたので車内中の注目の的になり、さらにちょっと離れた席にクラスの男子が、それまでモテようと可愛い子ぶっていたが、それ以来全てを諦めた。2012年10月13日、レス番号564、嫌がらせ返し。昔働いていた職場でおつぼねいじめをした。中途の同期入社で、二回りくらい年上のおつぼねから嫌がらせを受けた。無視や陰険な態度、書類を捨てられるなどなど。入社後すぐにいじめられたから、私も周りの若い子も理由がわからず、何かされるたびぼそっと陰険なことを言ったり無視したり、睨んだり異常行為を見せたりと、いろいろやり返したらおつぼねが心を病んだ。いじめをした自分に嫌気がさして退職した。もう少し詳しく。今、意味のわからない嫌がらせを受けてるので参考にしたい。私は三白眼なので、睨むだけで相当不愉快だったと思います。あとは、普段は腰の低さを貫きつつ、おつぼねに嫌み言われたら、ふーっと大げさなため息。言い方っちゅうもんがあるじゃろ、自分に返ってきますよ、など、小声で言い返す。怒ってます？など、やや大きな声で言い返す。将来不安ですねー、私は結婚しないとやばいですー、と自分の話でおつぼねの痛いところをつく。あまりにもうざいと無視。髪を抜きおつぼねの前で食べる。伸びをするとき、おつぼねにだけ聞こえるよう喘ぎ声みたいな声を漏らす、くらいですかね。最後は、おつぼねにいじめられたからやめます、と記録見せてやめた。あと一日出勤するのも辛い、と言い、自分しかできない処理や守りのままやめた。ものすごく参考になりました。いやほんと性格腐ってるやつっているからね。おつでした。結局、自分がやめちゃ意味ないような。髪を抜きおつぼねの前で食べる。伸びをするとき、おつぼねにだけ聞こえるよう喘ぎ声みたいな声を漏らす。意味不明で笑った。髪の毛を食べるって、飲み込むの？実際に見たら、気持ち悪すぎて引くだろうな。奥様が墓場まで持っていく黒い過去。黒の30。2012年11月7日、レス番号467、いじめ告発。中学時代、部活の部長がボスで、他部員が取り巻きになり、ある日、私がいじめ対象に。いじめ対象は定期的に変わってた。辞めれば話は早いけど、部活自体は大好きだったから、なんかだんだんイライラしてきた。ってことで、担任の前でなよなよし、いじめっ子たちが近くに来たらあからさまに動揺してみせた。異変を察知した担任が、どうした？と聞いてくるのを、ここがポイントで何度かはぐらかしつつも、ある日ポロリといじめ告白。担任が部活顧問にリークして部長解任。部活しばらく停止。部長内心点ボロボロで高校受験ガタガタ。県内トップ校に入れずそのまま腐って自滅。私は担任の、気分転換に生徒会に入ればという勧めで生徒会に入り、生徒会が面白すぎて部活がどうでもよくなり、教師からの評価も上がり楽しい生活ゲット。部長が転落してくのを見届けたのは楽しかったなぁ。しかも、こんな田舎は嫌。と言ってたのに結局今も地元で腐ってるらしいし。って、黒くなくてすいません。しかも長ぇ。奥様が墓場まで持っていく黒い過去。黒の33。
2013年8月28日、レス番号656、母親への暴力。小学生の頃、父から母への暴力が原因で両親が離婚した。そして離婚したら、なぜか母が私に暴力を振るうようになった。私が折り紙を母の指示通り上手に折れない、キスを越してビンタ。私がリリアンを母の指示通りうまく編めない、キスを越してビンタ。味噌汁が熱いから冷ましていた、ビンタ。とにかくイライラしたら発狂して殴ってくる。そんな母に対する教師親戚間の評判は、暴力停止ときっぱり別れ、女で一つで娘を育てる立派な女。誰も私の言うことなんか信じてくれず。母に感謝しろ、恩返ししろ。というばかり。暴力停止の血を引いた子供を引き取るなんて彼女は優しすぎる。となぜか私に言ってくる人もいた。母のサンドバッグ状態のまま私は中学時代に突入。ある日突然、これ生まれてこなかった方がマシじゃね？と気づいた。そして、次にぶたれた時育ててもらった恩捨てて、母の腹ぶん殴った。痛がって泣いてる母を見て、自分の仇を取った気がした。そこからはもう切れる前に切れた。私が殴れば殴るほど母は私に優しくなった。高校卒業と同時に他県に就職して家を出た。その後母は DV 男と暮らし始め、殺された。私は30目前で奥さんに先立たれた男性と結婚。血の繋がらない娘を育てている。幸せだと思う、もうすぐ40になるが母以外の人間に手を挙げたことはない。でも多分私は子供を産まないと思う。2013年8月7日、レス番号333、再開。中高といじめられて、特に高校時代は担任教師も一緒になっていじめてくれたよ。癖の強い子ばかりのクラスだったので、私を生贄にすることでまとめていた感じ。だけど大学、社会人になるにつれて、某一芸の才能が大きくなってその道で食べていけるようになり、どういうわけだか大金持ちの御曹司で難関国立卒の真面目な男性に好かれて、トントン拍子に結婚。大きな家に住めて、一芸でのサロン的な活動を好きにさせてもらって、お金の苦労も一切ない、生まれた子供たちも夫にで、優秀で優しい。幸せすぎて過去のことなど思い出しもしなかったが、たまたま高校時代に私をいじめていた連中の代表格 A 子と、相手が私を拒否できないような立場で再会。いかにもおはうちからした不正の A 子を見て、つい悪心が起きてうちに呼んで、わざと正門から入れて、焼却なので使用人が取り継いで、商談使用なので一般人ならビビるくらい豪奢な応接間に通して、天然のふりしてねっとりと高校時代のいじめの話や、今の生活の幸せさ、子供たちの優秀さを見せびらかしてやった。A 子はそれからしばらくして、お子さんと心中したよ。後から聞いたら、お子さんに重い体と知的の障害があって、それが原因で結婚も失敗。養育費ももらえない状況でもお子さんを一生懸命育てていて、リハビリなども頑張っていたそうだ。過去のことなども忘れていたくらいだし、再会した時に、A 子の気まずそうな顔を見て、ほんのちょっとだけ仕返しをしてやりたかっただけで、もしお子さんのことを知っていたら、あんなひどいことをしなかったよ。A 子の心中は、私が何かをしなくてもいつかは起きていたかもしれないけど、間違いなく、私が最後の一押しをしてしまったと思う。いやぁ、333に再会しなくてもしてたと思うよ。そうだね、いつかしていただろうね。ただ、誰かのせいにしたかったんじゃない？ああ、とどめを刺したんだね。333は因果応報すれに書いてほしいなぁ。A 子の最後はひどいけど、333自身の幸せぶりが見ていて気持ちいい。2013年6月20日。レス番号123、秘密の多い人生。墓場まで持っていかなきゃいけない秘密がありすぎて怖い。長くなるから読み飛ばしてくれたら嬉しい。大学生から大学院の頃、デリヘルと SM クラブで働いてた。理由は、自分と当時彼氏だった現旦那の借金返すため。返し終わってからは、金の大きさに慣れきってしまったから。デリヘルの時は客の社長 G さんを引っ掛けて、2ヶ月で200万くらい貢がせて着信拒否、逃亡。SM クラブは女王様やってて、月70万くらい稼いでた。デリヘルから流れてったから、キスもしない風俗嬢って何なんだろうって悩んだりしたよ。しかも、この間普通に大学生やって、卒業してからも親にお金出してもらって大学院まで行った。風俗やってる中には同い年くらいの子もいたけど、学費稼いでる子もたくさんいたのに。特殊な学部で学費も高かったけど、自分では大学行きたいわけじゃなかったから単位取るのすら教授に頼んでた。さすがに教授とは体の関係はなかったけどね。大学院に行ったのも、通ってた大学の名前が気に入らなかったから。別に勉強したいことがあったわけじゃないのに、就職も面倒だし滑り止めの大学名を名乗るのが嫌で、やっぱり教授のコネ使って有名大の大学院に行った。親には、まだ勉強したいことがある。現役の時受からなかった大学で学べるチャンスだ、とか言って縁出してもらった。その間も、結局 SM 上してたけどね。
お金は風俗だからすごく稼げた。借金も1年くらいで返せたし、同棲してたからちょっと広い部屋に引っ越して、彼氏はバイトもしてなかったけど、全然余裕だった。今思えば、本当に貯金してればよかった。月に30万とか買い物しても、余るのに。使い切らないといけない気がしてた。でも、借金は返せたけど、その原因になった元友人が許せなくて、復讐した。ここからの方が黒いと思う。当時彼氏の旦那に借金背負わせたのは、旦那が大学行ってから知り合った女で、カルトじみたことして噂になってたやつだった。その女に旦那は告白されたんだけど、断ったらストーカーになり、私にも嫌がらせしてくるようになった。アパートに卵巻いたり、郵便受けに腐ったキムチ入れられたり、地味にイライラするタイプだった。しまいにはカルトの仲間と闇金を差し向けて、勝手に旦那の通帳に金を振り込む、取り立てるっていうヤクザの手口で脅された。警察行っても、君は男だし、相手は女なんだから無視しろ。で取り合ってくれないし、追い込まれていった。結局、旦那親と結託してどうにか収束したんだけど、どうしても許せなくて、同じ目に合わせてやろうと思った。簡単に言うと、そいつのバイト先を調べて金の使い込みを指摘、警察沙汰に発展、首。そいつはカルトに貢ぐために横領じみたことをしてるって噂だったから、調べるのは簡単だった。バイト先クビになるだけじゃなくて、警察沙汰になったから大学も退学処分させられた。でも、それだけじゃ足りなくて、そいつのカバンからこっそりカード抜いて、通帳の金全部抜いてやった。友達に聞いて、とある銀行だとゼロ以下を下ろせることを知って、150万くらい抜いた。使ってしまおうかと思ったけど、汚い金だから匿名で寄付して消した。警察は調べてたはずだけど、本人横領で捕まってるし自分の仕業になったんじゃないかな。当時はやっぱり怖かったから、その女にちゃんと服装も見せていったけど、そんなことしなくても大丈夫だったかもしれない。今は、最初に行った大学で勉強してたことで食べてる。院行った意味なんてないと思う。旦那と子供一人いるけど、私の稼ぎだけで暮らしていける。子供がもともと好きじゃなくて、義務感で産んだだけだけどそこそこ可愛くて安心した。子供が私みたいにぐちゃぐちゃな人生を歩まなければいいと思う。今は幸せだからいいんだけどね。彼氏のために風俗のバイトするってすごい。自分なら逃げるな。元カノへの復讐もすごい。カードの暗証番号をなぜ知ってたんだ。そしてそのお金を寄付ってとこも素敵。ものすごく行動力のある人だね。嫌なことがあっても復讐妄想番長の自分からしたら尊敬ものだ。旦那まともに働いてなさそうだけど、そこまで好きって思える理由があるのかな？イケメンとか？相手は元カノではなくて、同じ大学の元友人。浮気かどうかも悩んだけど、状況証拠、本人の嫌い方的にもありえないプラス、友人たちの証言もありで、本当にどうしてあんなに粘着されたのかわからない。カードの暗証番号は、当時 ATM があまり危険だと思われていなかったので、後をつけて、覗いて知った。旦那に言って確認もしたよ。復讐するだの言って風俗嬢なんかしてても、捕まるのは怖かったしね。大学が同じだったからできたことだと思う。旦那は働いてるよ。ただ、体が丈夫でないからバリバリ働いてるわけではないけどね。好きと思える理由は、SM クラブで働いてたことにも関係してる。特殊な性癖なんだ。もちろんイケメンではないよ。でも、性格がすごく合うのもあって、他の相手は考えられないかな。奥様が墓場まで持っていく黒い過去、黒の34。2013年10月25日、レス番号759、不幸な事故。私も兄にやられてた。小学校4年生から高校1年生まで。最初は寝てる間にお尻を一瞬撫でるくらいだったのが、そのうち服を脱がせて足を開かせて、にエスカレートしていった。なかなか親には言えないよ。家族がめちゃくちゃになる気がして怖かったから、常に寝たふりで耐えた。とりあえず最後まではされてない。寝返りでガードしたり、物音で目が覚めたふりして部屋から追い出した。でも、兄も寝ぼけてるふりをしてて無遊病のように振る舞うからムカついた。それが高一で突然終わったのは、兄があっけなく死んだから。いつもそっと戸を開けて入ってくるから、こっちからバーンって開けてやったら驚いて転げ落ちていった。あ、戸は当ててないよ。引き戸だから当てようがないし。夜中にトイレに行こうとして足を滑らせた不幸な事故ってことで終わった。辛かったね。お兄さんは自業自得だわ。遅かれ早かれ、兄は同じようなこと他でもやらかしてたような気がする。家族のためにも、自害してくれてよかった。